が後手だ。対局開始。はい、どうもガロです。お願いします。ということで今日も10秒将棋やっていきましょう。ということで今日はね、灼熱のなんとかっていうやつの、プロ CPU ですね、 CPU と対戦していきたいと思います。というわけでいきなり7段が相手なんですけど、これどうしたらいいのかな。ちょっと待って、超強いじゃんこの人。勝率何割よ。8割近いじゃないですか。ちょっと厳しいんですけどまあCPU に右玉が通用するのかっていうのをちょっと検証していきたいなというふうに思っております。でこれは一応相手が早く出銀の可能性がまだあるのかなっていうところで、難しいんだけれども、これ早く出銀っぽいな。まあ桂跳ねて様子見をしながらですかね。早く出銀か。これいけないのかな。無理だな。ちょっとこれ早く出銀だな。ちょっと難しいんですが、まあ、とりあえず右玉に組んでいきましょうかね。こうつくのもな。ちょっとこれ厳しいな。まあ普通に、すいません、交換して右玉に組んでいく感じですかね。で一応飛車引いて王様上がってって感じで、でここは歩叩いていく。そうですね、叩いてきて、これぶつけるのはさすがに8六で まずいか。で8八銀でこれでついてきて、で同銀に一応歩叩いといて、歩成りがどうかって感じですか。歩成りしてこないんだ。とりあえずこれで右玉完成ですね。おエフェクト出ない。まあ、様子見をしながら、さあ果たして右玉がどれだけ通用するのかっていうとこなんですけど、まあ、1回ついとくか。5筋ついといて、まあ、4五歩もどっかでつければなっていう感じですかね。疲れちゃったよ、まあこれもここも様子見で寄っといて、とりあえず8八の銀が使えないとまずいので、まあ、どっかのタイミングで、まあでも、まあ、相手も攻めてくるんだったら、そうですね、攻めてくるなら、まあ、8六歩から来るしかないので、これは歩合わせて銀を7七に持っていきたいですかね。やだなその手。まあでも取りますか。まあ、同角だったらまあそれはそれで、まあ、そうですよね。これはまあこうやるのが普通ですか。いや鋭い、やっぱ鋭いな。やっぱ鋭いですね。まあこれは取るしかない。角。ちょっと変化したけどダメだったかな。ちょっと変でしたかね。同銀しかないのかな。同角は歩取り込まれてまずい。同銀でまあそれで歩が来て、まあ、桂跳ねるしかないんですけど、桂跳ねちゃうのはな。4四銀と、まあ、3四銀でもいいんですけど上がられといて、そうなんですね、上がられといてっていう感じなんだけど、ここはもうとりあえず突きついていくしかないんですけど、これな同飛車って局面が特に何でもない手になっちゃってる。まあ、でも取るしかないか。取ってで、まあ2三金って上がってくるのか。そうですね、そうですかね。これ一回突きたいけど出られてダメか。あ、分かんない。一回歩叩きの歩。これまずいな。で角出るのは、角出るのはどうか。まあ、4五金とかは3四銀がある。なるほど。いや分かんないぞ。一発歩叩いてみて、まあ、同桂ってやられてどうかな。そうですよね。もうダメだ、取るしかない。で同金ってやられて、飛車引くのか、引くのはな、4五歩引くのか、しょうがないですね。ちょっとこれかなり、やっぱこっち8八の銀が使えてないんで、そこはちょっときついところですかね。でこの歩も痛いな、めちゃくちゃ痛いなこれ。これめちゃくちゃ痛いぞ。でも取るしかないか。横逃げるとまあ4五歩ぐらいで、ここでも4五歩なんですけどね。厳しいな、厳しいな。5、6、7、8。まあ歩、まあ多分これ4六歩って取られてダメですかね。まあ、コンピューター相手にこうなんかね怖いでしょっていう心理戦はダメですからね。3、4、いや厳しい。5、6、7、
1いや、わかんないな。一発ふ。どうしたらったら。1、2、早いな、走って。3、4、5、6。あ、もうしょうがないか。角なっとくしかないですね。で、まあ、普通に銀打たれて、引いて、飛車取られてって感じですかね。いや、これちょっと負けかな。まあ、飛車があるので、寄っといて、早逃げ。して、で、まあ、歩成りから歩成りを狙ってくる感じですかね。3、4、5、厳しい、厳しい、すごい厳しい、すごい厳しい。まあ、歩成られといて、ちょっと厳しいか。4、5、6、7、8、9。わかんない。まあ、一発ついてみて、これは上がっといて、まあ、即詰みがあるかもしれない。まあ、6号桂から、そうですね、6号桂から即詰みっぽいかな。上がる、まあ、6に上がるのは簡単なので、こっち上がるしかないんですけど、まあ、歩叩いて、そうですね、順で寄るしかないのかな、寄っといて。で、飛車打つのかな、9四飛車とかで寄るのかな。これは強愛しかないかな。敬愛、敬愛、敬愛、強愛、強愛、敬愛。まあ、つまーつくよな。まあ、9四歩ってついて寄って、で、あーあ、何合いでも一緒ですよね。はい。悔しいじゃろ。この悔し涙を力に変えるんじゃ。はい、ありがとうございます。というわけで、お前が死んでた、生きてた。というわけでね、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。というわけで、まあ、あのコンピューターはやっぱ強かったっていうことが分かったんじゃないかなというふうに思います。で、間違えてハイをしてしまって次に対局に行ってしまったんですが、まあ、今日はこの辺りで終わりにしたいかなというふうに思っております。というわけで、令和元年ですね、令和元年万歳ということで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。バイバイ。